スクールタクト上で作品鑑賞を行う方法について紹介します。先生がスクールタクト上に課題を作成します。次に児童生徒へ向けて配布します。先生が児童生徒へ課題を配布すると、画面向かって右側の児童生徒画面の方に先生から配られた課題が表示されます。次に児童生徒はカメラ機能を使って自分たちが作った作品をスクールタクトに貼り付けていきます。児童生徒が作品を貼り付けると、画面向かって左側のように貼り付けられた作品が一覧で表示されます。児童生徒はスクールタクトへ作品を貼り付けた後、その作品の題名や工夫したところをスクールタクトへ書き込みます。いいですね。中井さんの作品、イルカと一緒、イルカと楽しい時間を過ごしている様子が伝わってきます。また浜口さんの課題、宇宙へゴー、良いですね。宇宙にかける熱い思いが作品から伝わってきます。児童生徒が作品を貼り付けたり、題名や工夫したところを書き込んでいく様子がスクールタクト上で一覧できます。作品を貼り付け、題名と工夫したところを書き込み終わった児童生徒は、画面右側の提出ボタンを押して課題を提出します。課題が提出されると、画面の左下に課題を提出した人の名前がポップアップで表示されます。早く書き終わった人も、じっくり考えている人もスクールタクト上で確認できます。児童生徒がおおむね課題の提出が終わったところで、先生はスクールタクトを共同閲覧モードに変更します。共同閲覧モードに変更すると、画面向かって右側、児童生徒の画面の左下に回答一覧というボタンが出てきます。この回答一覧を児童生徒がクリックすると、このようにして児童生徒画面でも他の生徒の作品を一覧できるようになります。児童生徒は回答一覧からそれぞれ友達の作品を見て、コメントやいいねを送り合います。浜口さんの課題に田中さんがコメントしています。宇宙に行きたくなったよ。このコメントに共感できたらいいねを押します。このようにして児童生徒はスクールタクト上で他の人の作品に対する感想やコメント、質問などを送れるようになります。このようにしますと、校内作品展のようにお互いの作品をスクールタクト上で見られるようになります。また児童生徒が作った作品はスクールタクトのポートフォリオへ自動的に蓄積されます。先生がポートフォリオ機能を使って相田さんのポートフォリオを開きます。すると今取り組んだ課題がポートフォリオ上に自動的に保存されています。このようにすることで、紙によって課題を蓄積していく手間を大幅に省くことができるようになります。スクールタクトを使うことで、作品を教室の壁面に提示しなくても他の人の作品が共同で閲覧鑑賞ができるようになります。またコメントを送り合うだけでなく、ポートフォリオとして貯めていくことができます。